皆さんどうも、ちさでございます。たまにはメイク動画で歯の色を変えてますよね。で、皆さんは多分あんまりああいうペインティング歯のメイクみたいなやつにあんまり詳しくないと思うんで、今日はそれの紹介みたいな感じで送りたいと思います。あと、いつもの高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。トゥース FX って言いまして、あの歯専用のあのペインティングなんですよ。ブランドはメロンですね。草さんがよく使われているあの白塗りと一緒ですね。で、何日も放っておくとこのような現象が起きますね。ちょっと色が分解されるっていうか、ちょっとこう分けちゃうんだよな。だから必ず使う前に振ってください。これここー真っ黒になっちゃうよよね。一応ね、ラインナップは、まあ一応これ、お歯黒な、ブラック、グリーン、まあ色をちょっと、これ混ざらないとね。ゴールド、レッド、茶色のかかった黄色、最後はこれな、ホワイト。使い方なんですけど、あの、こういうティッシュとかで、あの、ティッシュオフしないと、色が、乗れないんで。あの、すいませんけど、サムネイルの写真撮ってたので、前歯が塗ってある状態で塗りたいと思います。乾いた状態でで塗らないと、色が落ちるんで、通話とかで落ちるんで、完全に乾いた状態じゃないと、これ、触っちゃうと、これちょっと落ちるんで、これ、ほら、落ちるんで、いい感じでしょ、これ。味についてなんですが、これあんまり味しないんだけど、でも多分ちょっと歯磨き粉に似てるというか、ミントの風味がちょっと効いてるというか、まあ一応歯専用ですので、はい。んで、落としたい時は歯磨きだな。歯磨きすれば完全に落ちちゃうんで、はい。一応アルコールで作られてるので、人によって歯肉がヒリヒリするかもしれませんね。はい、無事に全部落とすことができました。さて、次は違う色で試してみますか。これな、レッド。こんな感じですね。ゾンビメイクとかに、悪魔系メイクとかに使えそうですね。ネクストはグリーンだね。グリーンはこんな感じだな。あ、下唇にちょっとついてるな。次はイエローだね。これ普通にいいよね。なんかデートとかで使えそう。 And the next color is the gold color. Yeah, I use this one for my Marilyn Manson tutorial. こんな感じだね。かっこいいですね、これ。なんかこうラッパーみたいな、チェチェチェ。で、最後のやつなんですけど、実は私一回も使ったことないんですよ。これです、ホワイト。憧れのセレブ系のこのホワイトの、このすんごい白くて綺麗なピカピカの歯になります。これを塗ることによって、どうでしょうね、これ。そこまで変わらなさそう。わ、すげえ。めっちゃ白くなってる。白くなった。これが普通の歯で、で、これが今塗ったやつ。見てください、これ。この違い。めっちゃ白くなってるよね、これ。下もやろう、下もやろうか、じゃあ。ちょっと適当ですけど、こんな感じかな。めっちゃ白い。一応こういうトゥース FX に興味がある人は下の説明欄のリンクから購入できます。あと、Amazon のリンクも貼っておくんで、まあ、ちょっとメーカーは違うんだけど、でも便内なんで、おすすめです。そういうことなんで、今日の動画見てくれてありがとうございます。そして次の動画でお会いしましょう。キッサでした。バイバイ。あと、キッサメイドチャンネルのチェックもよろしくお願いします。